はい、どうもです。今日のクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、今日もこちら、バルジータさんの、紙リップを、ご紹介していきたいと思います。はい、もう最後のマッチアップに関してはもうめちゃくちゃ相性悪くて、もう0100以上のもう相性の悪さなんですけど、まあそういった相手に対してもしっかりもあの勝って、まあ勝ちをもぎ取ったところを見れると思うので、はい、あの見ていってくれると嬉しいです。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、最初は、はい、こちらですね。はい、まあ、めちゃくちゃうまいです。もう20位でフィニッシュしてるので。はい、今回バルジートさんは上側の方ですね。はい、相手はこれドリルデッキになります。もう現環境、まあおそらく一番使われてるであろうデッキですね。はい、まずポンプに対してしっかり相手のポイズンで、はい、処理していって、まあそっからですね、はい、基本的にもうこういった、まあ自分もそうなんですけど、あんまりそうですね、ポイズン、まあ打たれても、まあ結構自分だったらすぐ攻めてしまうんですけど、まあバルジートさんの場合はこんな感じでもう攻めるの攻めないの、どっちなのっていうところで、こう、もうカウンターの形も勝手に組んじゃってるので、なんかこれ相手からしてもおそらく、まあ後ろから適当に合わせてくるんだろうなっていうところからのこれ不意打ちですよね。はい、もうこれで GG になります。でこれもう結論も先言っちゃうと、もう相手もこれ諦めちゃって GG といった感じですね。はい、もうちょっとこれもう一回見ていきましょうか。もう本当に今の、まあ自分でもんっていう感じでした。はいはい、もうこれ相手キングにもドリル打っちゃってるので、はい、もうここですね。まあさっきも言ったんですけど、自分だったらこのポイズン打った後にエリゴレ展開してからの、もう両サイドにフルブッパーといった感じなんですけど、あ、こんな感じ、あ、受けから入るのね、からの、はい、エリゴレですね。これはそうですね、まあちょっと防衛してる側もまあ多分驚いたんじゃないのかなと思います。多分エリゴレつけてくるっていうところまではおそらく読めてなかったのかなといった感じですね。いや本当にこれ相性悪いのにかかわらず、もうこれ、はい、もう序盤でタワー折っちゃってるので、まあもうこれもうなんかワンタンキルみたいなようなもんですね。もうはい、もうこれ相手も諦めて、まあこれは仕方ないと思います。もう相手がちょっと悪すぎましたね、これは。はい、まあこんな感じで、はい、現環境デッキを、まあ、フルボッコにしていった感じなんですけど、もう本当にすごいですね。はい、じゃあ次ですね。はい、こちらは、まあ、リム畑。まあ、この方もめちゃくちゃうまいです。はい。すごいですね。まあ、8位フィニッシュしてる方なので。はい、今回は、まあ、ディガポイですね。はい。まあ、マザネックもあって、まあ、ポイズンもあるので、まあ、普通に攻めるだけでは、もうこれ、普通に守られて、まあ、終わってしまうような、まあ、マッチアップなんですけど、ここびっくりしたのが、やっぱりいきなり最初コウモリ切らないんですね。まあおそらくこれどうなんですかね。お互いのデッキも事前に分かってる感じだったのか、ちょっとそこは定かではないんですけど、ちょっとこれ一瞬待ってましたよね。はい。はい、でここカウンター行くんですね。もう相手これポイズン切ってないのにもかかわらず、これカウンターの形組んでいって、はい、これでなんで通るのといった感じですね。もうしかもこれ相手ボムタワーがあるので、本来だったらこれ突破できないんですよね。はい、なんか本当にちょっと、見ていて不思議ですよね。もうまあこれちょっと言っちゃ申し訳ないんですけど、なんかこれ相手わざと負けてるのっていう感じなんですけど、まあおそらくそんなことはないですよね。はい、このレイジーの反応速さも速いですね、本当に。
これ相手の進化コウモリがタワー、エリゴで殴ってしまうと体力これ回復してレイジ一発では処理できないんですけど、まあ、即打ちしてあげれば処理できます。いや防衛がうまいですね。結構相手も両サイドをこれがっつり攻めたはずなんですけど、はい、また気づけばこれカウンターの形組んでいて、いや本当にすごいですね。もうなんかサーカス見てるような気分ですね。もうはい、まあ、そんな相手に対してもしっかり勝っていってるといった感じなんです。はい、最後こちらですね。はい、もうこれ対戦相手なんですけど、はい、もうこのデッキです。もうスケルトンなしで、もう相性これめちゃくちゃ悪いです。もう、まあ、自分ももう普段このデッキ使ってるから、もうそのはい、もう相性の悪さはもうすごいわかるんですけど、なんとはい、もうそんな相手に対してもしっかり勝っていってると。もうこの、そうですね、もうこのマッチアップがもう個人的には一番驚きましたね。こんなん絶対普通勝てなくて、もうすぐ諦めてもいい試合内容なんですけど、まあ本当にすごいですね。やっぱりまあそりゃやっぱ上位行くよねといった感じになります。まあ、こんな相性悪い相手に対しても、まあ、しかも相手もうまいので、はい、相性悪いマッチアップなのにもかかわらず勝っていってるので、はい、そりゃやっぱりそうですね、やっぱり上位でやっぱりプレイしてるよねといった感想ですね。もうこれはもう絶対勝てないです。はい、ここ相手スケルトンラッシュ打ってきたんですけど、いや本当にもう何回見てもこれカウンターの形うまいですね。もう本当にダクネもこれフルに残ってるし、いや本当にもう何回見てもこれはもう見ていても本当にもう惚れ惚れしますね。もうしかもこれタワー折ってるんですよね。本当にもう なんで折れるのっていう感じなんですけど、なんかもうこれ見てると本当にもう相性がもう分かんなくなりますよね。もうはい、ここは落ち着いてのエリポンですね。これ右上に置いてしまうともうスケラに巻き込まれてもうとんでもないことになってしまうので、まあこの位置ですね。はい、でこれまたびっくりすることに、ね、エリゴレダクネの形じゃなしにこれはエリゴレとダクネを分けてますね。おそらくまあ2周目のエリゴレでまたちゃんと形組んでそれで攻めてるんだろうなといった感じになります。はい、もうこれベビドラに対して本当に何もできないので、もうはい、もうベビドラがもうこの世にずっと永遠に溜まり続けるとちょっともう本当にどうしようもできなくなっちゃうので、いやーこれすごいですね。もう本当によく守ったなといった感じなんですけど、はい、またこっからですね。もうこの時点でもうほぼほぼ絶望なんですけど、はい、もうこれ相手絶対にもうスケラ打ってきますよね。もうでそのスケラ打ったと同時にこんな感じでキング攻めていって、もう自分だったらもうこれ守れる自信なくて絶対に防衛にエリクサー全て割いてしまうんですけど、はい、まあなんと神防衛をかましてからのさらにこれカウンターですね。
はい、こっからもすごかったです本当に。もうエリゴレラッシュで、いやー本当にこれもうえげつないですね本当に。いやー本当にもう何回見てもこれはすごかったです本当。はい、まあ、こんな感じですね。やっぱりもう、まあ、いつも動画で言ってるんですけど、やっぱこれを真似しろって言われても絶対にできないですよね。はい、まあやっぱり、うん、もう何回 見直してももう全く同じプレーにならないし、やっぱりこう相性悪かったらもう悪かったらもう、もう自分の場合だったらもう相手にボッコボコにされるし、もう本当にもう全部もう全てにおいてやっぱり違いますよね。もうまあ本当にもうこういった、はい、あの神リップをいただいて、まあ、自分ももうこの動画に限らずずっと見てるんですけど、いやー本当にすごいですね。もうすごいとしか言いようがないんですけど、もう他になんか言葉が、まあ、出てこないですねこれは。もう最後のマッチアップなんてもう笑うしかないですよね。はい、といった感じになります。ちょっとなかなかいいあの言葉が出てこなくてもうすごい申し訳ないんですけど、はい、こんな感じになります。はい、今日の動画は以上ですね。はい、またマルチの、はい、リプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。